はい、五条のね、近内町を読みますかね、辻の山古墳、五世紀の作でね、ございます。ちょっと行ってみましょうかね。この辺はね、五世紀、もう奈良から近いんでね、やっぱりいろいろね、いろんな影響を受けたんでしょうね。これはいっぱい切ってある。周りはね、全部草は刈ってあんねんけどね、高さが何メーター？ 10 メーターぐらいなのかね、これ。焼かれんのかね。辻の山古墳でございます。まあそこそこ大きい古墳ですけどね。一番大きいのが85メーターぐらいやからね。あ、ここまでか。いや、大きな木が切ってありますね、これ。触れてますね。そこそこ大きいんですけどね。これは登れるのかな。一応この横にね、道を、これ道かね、これ。横に切ってあんねんけどね。この上まで上がれるか。こんなんでございます。これは、普段は上がれんやろな、これは。まあ、冬やからね、あれ何もないね。向こうは竹やぶでございまして、そこそこ大きいんですけどね、これ。この辺の豪族のお墓だったんでしょうけどね。ここがね、辻の山古墳いまして。これは、掘ったかね、掘った跡ないね。掘った跡ないですわ。こんなんでね。これは円墳かね、方墳かね、わからんね。方墳ですね。二段方墳やね、これ。そこそこ大きいですよ、これ。これね、この下まで、これ。二段、下から、やっぱり二段や、三段かな、二段かな。三段かな。もうほっくりか。何にもね、跡がないですから、わからないですけどね。土の山古墳でございます。この辺から降りれるのが、さっきのところ降りられるじゃないかね。これを行くか、ここ。ここね、こんなんでございますからね。で、横はもう民家がありますからね。そこそこ大きい古墳ですよ、これ。和歌山にはね、ほとんどね、大きいのがないんですけどね。100メーター以上超えるのは、なかなかね、少ないんです。山の上に1箇所あったかな、前方古墳が。ここ行けるかな、ここ行けるな。ちょっと周りは回れませんね。ちょっと向こう見てみましょう。ここちょうど2段目やからね。で、この上が丘になってますからね。で、下がこんな感じでね。だいぶ崩れてますね、これね。こう見たらね。だいぶ崩れてるね。崩れとるか、削ったかわからないですけどね。ここ行けるのか？ここ。足場が悪いね。ちょっといけないですね、これは。こんな感じでね。豊富んでしょうね、これは。ここがね、木々ね。二段目。随分ね、崩れたんだろうな、これ。この上からね、これね。はい。そんなんで、ちょっと回れませんわ。5世紀でございますね。ちょうど大和政権ができたぐらいですかね。ちょっとしたぐらいか。おお、あっちかね、これも。
この辺もそうかね、このうち古墳の跡地かね、これ入ったんですね。こんなんですけどね、もう一回見てみよう。なるほど。これで見ると豊富ですよね。なんか52メートルがそこそこの大きさなんですけどね。はい、辻の山古墳でございました。